ご視聴のご縁を賜りありがとうございます。お昼休みの書道塾、本日もリクエストをいただきました。本日はひばりという文字を特別な表現の仕方で書いていきたいと思います。とても難しい文字でした。頑張って挑戦していきたいと思います。こんな辺は長くたっぷりと、姫という文字ですね。こういった形で、イメージにちょっと変えてみました。次にひばりと、ひなという字ですけれども、中はしっかりと、下は気持ちほんの少しだけ大きめに、上からたっぷりと、この線は長く描きます。しっかりと打ち込んで右上がり、少し隙間を空けてもいいでしょう。次に鳥ですけれども、打ち込みをしっかりと、まっすぐ下ろしたら、ここは全て平行に、大きく出して、こちらの天の方ですけれども、少しだけ引く、少しだけ下に引くように書いていくといいでしょう。イメージとしましては、斜めに下ろして少しだけ上げる、こういうような形の線を引くように書くと美しくなると思います。フルトリ、こちらの右のフルトリの方ですけれども、こちらはこの線は気持ち長めに、こちらの線も少し長めに書くように意識すると、堂々と伸びやかに見えると思います。姫という字ですけれども、こちらも極端に女辺を小さくして、右に作るよう、たっぷりと、書かれる方もいるようですけれども、このバランスは様々だと思います。私はこんな辺を大きく、その分右の作りを小さく整えて、こういった書き方も好きです。それでは通して書いていきたいと思います。
もう一回書いてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回はとても難しい文字でしたので、またちょっと勉強し直してから挑戦してみたいと思います。また筆ペンなどでも、書いていきたいと思います。とてこれでひばりというふうに読むとても素晴らしい文字の組み合わせだと思います。この文字にこのひばりという言葉にふさわしい文字を書けるように、次回も、精進しますので、次回も楽しみにしていてください。本日もご視聴ありがとうございました。午後からもお仕事に学業に皆さんどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。